皆さんこんにちは、チャンネルだっての時間です。大樹です。ななみです。ちんたろうです。さくです。はい、よろしくお願いします。はい、またランキングやっていきたいと思います。はい、はい、何でしょう。今回はね、声優さんいっぱいやっていってるんで、はい、いろんな声優さん取り上げてやってますんで、うん、ぜひね、他のやつも見てもらいたいんですけども、今日も声優さんです。はい、今日はね、女性さん、女性の声優、はい、早見沙織です。おっ、こいかんなー。イエス、こいじゃない。イエス、あ、いかんなー。イエス、違う、それ古いわ。それ古いわ。もう誰ですか。早見優也。はい、茶番を仕込んでました。お恥ずかしい、ね、そんな感じで、早見沙織さんのキャラランキングをやっていきたいと思います。はい、おはい、それではですね、早見沙織さんの説明、どうですか、早見沙織さんは。お、好きですか。好きです。早見沙織といえば誰を。ちょっと待って、いっぱいあるからね。あの、じゃあ3つ出しますね。はい、かけ狂いの、ゆめ子っていう、おうおうおう、あの、すごい主人公というか、うん、役なんですけど、うん、すごい、あの、ド S なキャラなんですよ。おうおう、あと、どうぞ踏まれたい方。あ、いいですね。あと、あとは、あとはですね、スパイファミリーの、あの、夜方じゃね。はい、おぉ、知ってる、ね、お酒飲むと、すごい可愛らしく暴れるんですけど、めちゃめちゃ強いね。はい、はい、あとは、鬼滅の刃で、あ、そう、忍さん。おぉ、はい、あー、ね、おっとりした感じ。あら、あらですね。ね、はい、はい、これは、ね、入ってるでしょうかね。はい、楽しみです。はい、はい、で、じゃあ簡単にご紹介していきます。はい、早見沙織さんは1991年5月29日生まれ、東京都出身。中学1年生の時に日本ナレーション演技研究所のジュニア声優クラスに入所し、2007年に放送された、これなんていうのかな、ちょっと俺読めない、ももかげったとうかげった、それとももも花月セミのカーベカーカーカーベモモカエ役でテレビアニメデビュー歌を果たしました。違ったらごめんなさいね、分かんなかったです。で、透明感のある柔らかい声が特徴で、明るい少女から物静かな女性キャラまで様々な役で多くのアニメ作品に出演。また歌唱力の高さにも定評があり、多数のアニメ主題歌やキャラクターソングも歌い上げてきました。2015年からはアーティストデビューを果たし、声優歌手としてマルチに活躍しています。はい、いうことですね。うん、はい、それでは第5位から発表していきたいと思います。はい、第5位はですね、こちらです。ナバラ夢子カテゴリー。おお、入ってましたよ。さすがです。さすが、入ってました。主人公ですよ。カテゴリーましょうですから。カテゴリーましょう。あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。あ、今アップになりました、ね、そう、もう俺見たことないのよ。ちょっと面白そうなアニメだなという感じ。あの、カイジよりもひどいでしょ。はい、あの、爪剥ぎます。爪剥ぎ、すごい、すごいド S なんだよね。ド S で、なんか、おっとりしてるようで、もうすごい裏ではド S な感じです。結構、だから、早見さんの役、他そんなあんまきついのないから、結構ね、衝撃的な、でも似合ってるんだよね。すごい声が似合ってるので、あの、俺も見たことないけど、ちらっと、まあ、これ調べてるときに動画のやつよくほらあるから見て、見てたら、え、これそうなんだ、合ってる、合ってるみたいな感じだった。なるほど。ぜひぜひあの、うん、チェックしてみてください。はい、じゃあ第4位いきます。はい、第4位はこちらです。はい、柴美由紀、魔法科高校の劣等生。柴くんの妹さんですね。妹です。妹、優等生ですね。はい、素でブラコンの、ブラコンのお兄ちゃん大好きの、まあ、お兄ちゃんが主人公ですけど。なるほど。はい、島、見てない、まあ、ななみさん。見てます、ね。はい、これも面白いよね。面白いです ね。知ってる、さくちゃん。いや、知らないです。知らないか。いや、そういう系ちょっとすみません、わかんないです。振らなきゃいけない。ね、はい、じゃ第3位いきます。はい、第3位はね、こちらです。雪の下雪の、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。俺ね、全然わかんないです。見たこともない。ちょっとここはみんなわからない。まあ多分合ってる役なんでしょう、きっと。ヒロインか主人公がわかんないですけど、まあ、ヒロインなんでしょう、きっと。はい、はい、じゃあ続いて第2位いきますよ。はい、第2位はヨルフォージャースパイファミリーです。お、はい、うちのチャンネルでもね、スパイファミリー
こうほらやってますので、ね、はい、ぜひね、あの見ていただきたいなと思います。はい、うん、はい、ミックスナッツも歌いましたし、ミックスナッツも出してるでしょ。はい。夜坊じゃやっぱり、じゃ夜さん、さっきも長見さん言ってくれたけど、いいキャラだよね。いいキャラですよね。天然なんですよね。天然ですよね。すごい天然なんです。本当に設定が面白いんで、どうなっていくかすごい続きが楽しみになる。はい、春アニメはないのかな、次夏なのかな、わかんないけど、ね、まあそうですね、次は第3期、4期、わかんないけど、3期かな、楽しみですね。はい、じゃあ第1位いきます。第1位はこちらです。胡蝶しのぶ鬼滅の刃。はい、そうですよね。じゃあこの場でどうぞ。あらあら、ね、そんな感じ、おっとりした感じよね。おっとりした感じ。でも強いんでしょ。もちろん柱ですからね。ね、あのまああれだよね。胡蝶しのぶも戦ってるところはあの雲の巣山だっけ、雲の巣山に戦ってるとちょっと最後の方で、ね、そうですね。出てきてから。首は落とせないけど毒で殺すっていう。うんうん、そう、首を柱なんだけど鬼の首を落とせないんだよね。はい、そうなんですね。で毒で殺すんですね。はい、まあね、鬼滅の刃もちょうど多分これ動画出してる頃は、刀鍛冶の里編が始まってると思うんで、ね、ぜひ皆さん、あの多分面白いと思うんで、はいはい、見ていただければなと思います。なるほど。はい、それではおさらいしていきます。第5位がジャバラ夢子、うん、第4位が芝美雪、うん、第3位が雪の下雪の、うん、第2位がヨルフォージャー、第1位が胡蝶しの、はい、っていうことですね。はい、またね、いろんな声優さん、あの調べてやっていきたいなと思ってるんで、もしリクエストあったらコメント欄とかに書いていただければなと思います。ちーたろさん、なんかあります？はい、なんかあります？ちーたろさんに振りますか？はい、すいません、僕もいろいろとアニメね、教わったんで、はい、勉強していきたいなと思います。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はいはい、それではチャンネル登録と高評価もお願いしますね。またお会いしましょう。ありがとうございます。